られております、ジョン・ブラウンズ・アダーパーにお届けを、いたしました、ソリストを紹介いたします、フルート・星名では、早速次の曲に参りましょう、次の曲は、トロンボーンをフィーチャーしてお届けをいたします。フランク・マントゥース作曲 The Slack お届けをいたします。Thank you.
しながら、はい、では、次の曲に参ります。次の曲はですね、1932年にアン・ロネルが作曲をした、ポピュラーソングをお届けをいたします。よく新潟市のことをですね、柳の木の都と書いて、リュートというふうに呼んだりしますけれども、そんな新潟市にぴったりな曲をお届けいたします。柳を鳴いておくれ、 Willow Weep For Me をお届けいたします。
ます。アルトサックス星野。サックスを吹き出してお届けをいたしました。はい、では皆さんお待たせをいたしました。ここで本日のゲストをご紹介したいと思います。お手元のですね、黄色いパンフレットの方に、詳しく書かせていただいたんですけれども、私から簡単にご紹介をさせていただきたいと思います。2000年にですね、あの NHK ののど自慢全国チャンピオン大会に九州代表としてご出場されましてですね、演歌の部で最優秀賞を受賞されました。現在は新潟県の柴田地区を中心に音楽活動をされていらっしゃいます。今日パンフレットと一緒にですね、このゲストの方の、次回の、コンサートのご案内なんかもさせていただいておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。本当にね、ジャンルを問わず素晴らしい歌声を、披露されていらっしゃるんですけれども、早速お呼びしたいと思います。本日のゲスト、三原父の思い出がすごく残ってて、
皆さんにお送りしたいと思います。私の父と母がたくさんいたような感じ。よろしくお願いします。I'll give you love on face.強い目で見ないでください。ですね。
まあ、いくらジャズでもやっぱりあんまり硬くなると音楽が崩れちゃうんで、皆さん自慢しながら皆さんの演奏と私の歌を聴いていただけたらありがたいなと思ってます。どうですか、大丈夫ですか。さて、振り返って私もちょっとだけ踊らせていただいて、でも皆さんはその席で肩でもいいし腰でもいいし、ちょっと運動しましょう。日記を続けていきたいと思います。よろしくお願いします。
踊りましたか？で、踊りましたね。で、ありがとうございます。もう3曲も歌ってました。あとも少しでも帰らなきゃいけない、早い合流ですね。でもまたいつか私たちとまたこの縁がありますように、私一生懸命歌います、一生懸命頑張りますので、どうか皆さん慰安婦を忘れないでください。そしてこれでまあ踊りましたんで、ちょっとスローテンポを行きたいなと思って、まあ落ち着く曲ですよね、皆さんにとって。私も頑張って色っぽく歌わせていただきます。ミスティー、It's for you. Hello. まだ帰りたくないんですけど、帰らなきゃいけないんです。
だからその前にちょっとだけこの時間この場を借りて、先ほど紹介していただいたんですが、手元に、なんかちょっと派手な紙があるかもと思います。この鳥と同じですね。派手な紙をどうかそれをお持ち帰っていただいて、検討していただいて、僕の中の、仲間と一緒に演奏しますので、どうかよろしくお願いします。足を運んでいただけると大変嬉しいでございます。さてと、もう早いですね。もうお別れが来ました。これで私の最後の曲になりますが、でも帰る前にやっぱり今日は素晴らしいお客様の皆様、本当にありがとうございました。応援していただいて、だからこの曲を皆さんに差し上げます。You'd be so nice。
さんの最後の曲とさせていただきます。今日はですね、一部から最後まで、こちらで、お越しいただき、お楽しみいただきまして、どうもありがとうございます。最後はですね、Back to Basie、こちらでお別れしたいと思います。今日どうもありがとうございました。
Thank you.
21日日曜日にまたこの演奏会を行いたいと思いますので、よろしくお願いします。